ねえ、うさぎさん、どいてくれないかな。まあ、うさぎも獣といえば獣だよな。何を言ってるの？ほら、うさぎさん、そこからどいて。どうしてこんなことに。ピクニックに行く約束したから来た。いい天気だし、今から行こう。ここにウサギさんがいると、私動けないから、どいて。どうですか？どいてくれそうですか？頑張ってお願いしてるんだけど、ウサギの言葉じゃないと、やっぱり分かってくれないかな。え、まあ、それはそうかな。ノウサギなので、人間の言葉は分からないんじゃないですか？そっか。ねえ、ウサギって、どういう風に鳴くの？そういえば聞いたことない。言われてみれば俺もウサギの鳴き声ってわからないですね。うちに遊びに来てくれる鳥たちは、普通にどいてって言えばどいてくれるんだけど。いや、普通は鳥も言っただけでどいてはくれないと思いますよ。そうなの？じゃあ、うちに来てる鳥は頭のいい子たちなんだね。多分どれだけ言っても無駄ですから、俺がどかしましょうか。あ、危ない。
危なかったね。でも、なんでだろう。さっきまでおとなしかったのに。あ、そういえばウサギは縄張り意識が強いって聞きました。俺を侵入者と思ったとか？そういえば、さっき何度か体をこすりつけて、マーキングみたいなこと、してた。そんなに気に入った？私は困っているのに。先輩、疲れちゃったみたいですね。それは嬉しいけど、あ、こら、服カリカリしちゃダメ。それにしても、君は柔らかくて、あったかいね。気持ちいい。見たところ小さいし、まだ子ウサギなのかな。独り立ちしたばっかり？そう。縄張りを探してたんだ。それで、食べ物の匂いがしたからやってきたんだね。やっぱり先輩は動物に好かれるんでしょうね。そうなのかな。私も動物は好き。だから、嬉しい。寝ちゃった。仕方ないね。このままにしておいてあげよ。先輩がいいならそれでいいですが。うん、いい。私も眠くなってきた。いい天気ですしね。なんだか俺も。みんなお揃い。シートは広いから、君も一緒に横になろう。気持ちいいですね。このまま。